皆さんこんにちは。今日もアンダイニングやっていきたいと思います。前回ですね、森林公園に行ってきました。そして寝て起きたらですね、電気が止まった的なことを言われましたね。ということでちょっと電気を作っていきたいんですけど、これ電気必要かな？必要ではないね。少しまずは、薬を作っていきましょう。体力が減ってますので気になりますからね。さあ、とりあえず薬を作って74なので1個ずつぐらい作っていこう。使っていきましょうかね。アイリンと、コーディに使っていこう。はい、そして発電機は裏庭にあったのは分かってますので、発電機に電気入れていこう。よいしょ。裏庭に行って、あ、そしてトマトが鳴ってますね。トマトが鳴ってる。これは教えて、あー、やばい、水がないな。取れるね。コーディ君でももう取れますね。あ、これ2人がかりで取れるのか。そういうことか。コーディ君に、指示してて、自分は違うことというのができるんですね。はい、ということで、ここに発電機があるので、とりあえずガソリンを入れていけばいいのかな。何個入るんだろう。あと3つ。6個ぐらい入るのかな、合計。で、起動しておきましょうか。よし。これで OK。冷蔵庫も使えるようになったと言ってますね。で、昨日ちょっと忘れてたんですけど、とりあえずトマトは預けておくか。あ、トマトの種またもらえた。この水を浄水にするのを忘れましたね。あ、やべ、トマトの種もらえたんなら、やるべきでしたね。とりあえず水を作りましょう。はい、これを確認。コーディでいきましょう。さあ、これで普通の飲める水になりましたので、OK ですね。よし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 。はい、OK。水はまあ、まだ飲まなくていいので、預けておこう。で、シャベルを持ってこないといけませんね。シャベルがあったので取ってくる。で、いらないものは置いていこう。どうしよう。餌。釣りはちょっとしたい。パチンコな。パチンコちょっと置きたいんだけどな。バットも、鉄パイプも預けたいな。バール。とりあえずこれでいいか。で、必要なのは、今、とりあえずトマトの種を植えていきたいと思います。やった。これ、食料、ある程度いけるんですね。よし、これで、トマトを植えると。で、学んで。種4つですので、いけますね。さあ、コーディと2人でいきましょう。よし。さあ、これで OK。もう種ない。かな？あ、まだある？あ、これはまだあれなのか。耕すだけなのか。よいしょ。はい、これ見てもらって。よし、こっちもコーディがやれるかな？コーディやれますね。あ、コーディ早い。コーディめちゃくちゃ早いぞ、植えるの。お母さんよりコーディの方が早いんですね。よし、OK。はい、これでまたトマトができれば食べれますので、これで困らないでしょう。あ、水は一回ちょっと飲んでいかないとダメかな。よし、これを飲んでいこう。よし、これで OK、コーディ、あ、またか。コーディと。瓶邪魔なので置くだけ置いていきましょうか。よし。あとは、あ、これアップグレードか。こっちのロッカーにシャベルは片付けましょう。他どうしようかな。バールいるかな。バール預けておきましょうか。さあ、こんな感じで行こう。敵強かった時のため一応銃持っていこうかな。そうすると空きがかなり低いので少し預けていくか。こんな感じでちょっともう一回森林公園今日は行きたいと思います。まだいっぱい、撮ってないもんありますからね。
さあ、キノコが、キノコがまた生えてるぞ。キノコが生えてますね。こりゃ大事だわ。食料はとりあえず大事なので、しっかりと取っていこう。やったやった。どのタイミングで、復活するんですかね。さあ、とりあえずはキノコを取る。はい、コーディ君これ取って、お母さんはこっちで山菜を取るよ。よいしょ。はい、そして釣りポイントですね。釣りポイント何個かあるけど、雨の日めっちゃ水高いと思うんですけどね。これをとりあえず木を切ろう。木が大事ですかね、今は。木がたくさん欲しいところなので、木をしっかり取っていきましょう。あと12なので、まだいける。はい。ちょっと釣りしてみましょうか。初の釣りですね。あ、コーディ君しかできないのか。さあ、どうだ。コーディ君、魚釣れ。あ、何これ。ボロ布が取れましたね。ボロ布はいらないよね。さあ、これで、あとは取れそうなのは、木はここは生えてない。あ、ここ橋。あ、橋は板2つ持ってこないとダメなんですね。さあ、板を今度持ってきましょう。ちょっと忘れやすいので忘れるかもしれませんが、とりあえず板を持ってこよう、次回は。ああ、ゾンビいるな、ゾンビ。避けよう、これで。おい、コーディ君、コーディ君、やばくねえか、それ。やばくねえか、よし。あと銃を装備しときましょうか。あれ？装備できねえぞ。あ、弾を込めないといけないのか。あれ、覇気しかないぞ。これどうしたいんだろう。これ銃使えないのか、まだ。ちょっと失敗ですね。銃使えないとは思ってませんでした。よし、とりあえずはバットは持ってきてない。これを切りたいんだよね。切りたいけど無理だよね。やばい。木を叩いてしまった。よいしょ。木を叩いてしまいましたね。木叩いても、回数減るなぁ。よいしょ。さあ、斧で切っていきましょう。銃の使い方がちょっとわかりませんね。まだ使えないのかな。さあ、これでとりあえず、木はいっぱいだな。16。まだ持てる。さあ、コーディ君と一緒に食べ物をとりあえず拾いまくろう。水はいっぱいあっても食べ物がないと困りますからね。あ、コーディ君お腹空いてきた。あ、ほんとはあの、クマの場所ですね。木切りたいんですけどね。木切れませんね。よいしょ。はい、ここ。あ、上の方木切れますね。よいしょ。こっちはゾンビがまだ遠いから切れるな。よいしょ。よいしょ。はい、これでカバンいっぱいぐらいですかね。よし、カバンはもう入らないかな。キノコがまだ持てそうか。木もあと少し持てそうですね。よいしょと、キノコゲット。はい、コーディ君を連れて、とりあえず一回帰りましょうか。水を持ってきてないので鍋が作れないのか。はい、ということで夜も遅くなってきましたし、一旦帰ります。さあ、これで木が大量にもらえましたので、なんだっけ、これ木の板を2つだな。木の板を2つ作りましょう。これなぁ、しまったなぁ。もうちょっと直せるの早く気づけば。無駄にいっぱい作らなくて済んだかもしれませんね。あれ ?1 個 ?1 個しか作ってない？あ、2個作りましたね。はい。直しましょう。よし。これで OK。で、修理ができるんですよね。これ。持ってないとダメなのかな？分解。で、次はどうしたらいいんだ？アップグレードして。アップグレードはこれじゃないのかな？中級台。初級台はできないのかな？これひょっとして、中級台にないとダメなんですかね？カーソル。とりあえずは、それか昼、持ってないからか。壊れたのを一回取り出してみましょう。これ直せますね。直せますね。あ、分解。分解しかできない。まあ、一回分解でもとりあえずいらないのを全部分解しよう。
スペースがないか。とりあえずいらないのを預けて、中級ぐらいにならないとダメなんでしょうね。バット、これは分解しましょう、全部。問題はこの銃はどうやって使うんだ？銃が装備できませんね。バットは分解。アンリンで見せて。で次から多分、コーディ君もいけるのかな？はい、行きましょう。あ、コーディ君がひょっとして攻撃のスキルがないとダメなのかな？よいしょ。はい、とりあえずこれで OK。火は預けて、これも預けましょう。あ、もう一個鉄パイプ。鉄パイプどうしようかな。まあ、一回一本あれば最悪いいので、これで預けましょう。よし。これをアップグレードするには、この機械セットが必要なんですけど、機械セットはちょっと、使いたくないので、これでいこうと思います。で、これで預けて、ここ。あれ、餌あるな。餌あったけど、もう釣りできない感じでしたね。で、銃ととりあえず実弾も使い方がわからないので、預けていこうと思います。さて、調理ですね。問題は調理。トマト、あ、50%いく。トマト1個で 50% いきますね。よし、これいいな。これで結構作れるぞ。4つぐらい。あ、もう4ついけないか。20%いらないので、これか。これでいきましょう。どうしよう。コーディに、あ、コーディ無理か。お母さんのを見てもらいましょう。はい、これで食べ物も OK。水。これは冷やしておけばいいか。あー、ちょっといっぱいになってきましたね。必要、これをまとめれるのかな？個数まとめれますね。よし。必要なのはお酒をあげないといけない。こんな感じですかね。ヨーグルトを食べると、飲み物はいけるけどダメなんですね。よし、とりあえず、あ、お腹が空いてるのか。待ってよ。お腹は70、コーディもだいたい70ぐらいですかね。これが30回復なので、30ずついくか。よし、コーディとアイリンで1個ずつ食べましょう。さ、いけないな。よし。はい。ということで、今日はこれで一旦寝ましょう。で、橋が確か、木材が2つだったので、木材を持っていこう。2つ、1つ、どっちかですね。なんだ、消火器アンロックできません。ダメージが減るのは困ったな。これでいいか。よし、セーブもしましょう。一番低いところは10日目ですね。これでいこう。はい、カバンの中は7。よし。はい、これで板をとりあえず2つだけ作っていこう。はい、これでもう一度森林公園行ってきたいと思います。あ、森林公園ばっかりだな。ちょっと待って、お酒も持ってるので、あ、間違えた。先にお酒を渡してきましょうか。しまったな。ペットボトル持ってこなかったな。よいしょ。キャンピングカーに行って、ここのおじさんにお酒を渡す。これなんだっけ？離れると必要って言われるんだっけな？はい、確認して。よし、これで OK。なんだ、これで悪くない、待ってますって。で、中に入れるのかな？教祖様に渡してきたのか。で、開けて入ろう。さあ、とりあえず人がいるな。会話。はどこですかということで、取引はできる。あ、スクラップと、スチールロッドももらえるんですね。さあ、とりあえずコーディ君に
掘らせてと。はい、あ、木炭がいっぱいあるのか。ここにもなんかありそう。さあ、どんどん取っていきましょう。キー、あ、なんかあるね。よいしょ、キー。よし、とりあえず必要そうなものは取って、あ、お酒あった、お酒。芋、肉、魚と。ここはどこでも、あ、バールが役に立つ。バール持ってきてない。バール忘れた、バール忘れた、バール忘れちゃいましたね。よし、木炭、あ、そしてこれでガソリンかな。あ、なんか見つけたぞって言ってますね、コーディ。何見つけたの？これ開けれないよ、開けれないよ。お墓がありますね。どっから入るんだ？こっからか。よし、木、あ、木めちゃくちゃあるやん。これいいね。よし、これで、OK。木は、下には、キノコ。さあ、ここもなかなかいいですね。これ、毎回入るためにお酒が必要なのかな？これだとちょっと困るんですけど、とりあえず木を切るか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、そろそろ斧が限界かな。もうちょっといけますね、斧。よし、荷物はまだある。さあ、木を切っていきましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょと。はい、これで木はもう大丈夫なぐらいあるかな。かなりの数木は切り倒しましたね。よし、バールを持ってくるのを忘れたのが痛いけど、これで木が30個は手に入りましたね。そしていたか。時間が14時なのでちょっと難しいですね。とりあえずここにあるものを全部取りたい。さあ、取っていきましょう。木ばっかりだな。ここもバールか。バールを取ってきましょう。あ、なんか部屋入れるぞ。なんか行きたい場所いっぱいありますね。さあ、そしてなんか外に財布っぽいのがあったけど、これはなんだ？なんかやばい。また本を手に入れたぞ。この本の使い道もよくわからないんですよね。やばい。食べ物だな。食べ物を一回破棄して、取ろう。よし、これで OK。あ、お母さんがやばいぞ、体力が。よし、これで缶詰は、今ちょっと待ってよ。80なので、まあ一回100なので、食べてしまいましょう。ちょっと中を先に見てこよう。これ小麦粉かな？違う。あ、銃弾とピストル。ピストル。あ、ピストル装備できた。さっきの拳銃は装備できなかったんですけどね。よしよしよし。武器がかなり強くなったぞ。ゴミの山。はい、チョコレート。いやー、悩むな、これ。どうしようかな。入れなくなったら嫌ですよね。これが何だろう。これらの使い方がちょっとわからないぞ。どうしよう、お酒。キノコを破棄するか。よし。で、この木の板をまとめれないのかな。ああ、まとめれないんですね。ちょっと残念。どうしよう。餌、腐った肉。お酒をちょっとポイしようかな。で、板を2つとりあえず持っていって、橋を修理していきたいと思います。あった、これ、あ、入っちゃった？入っちゃったのかな？いっぱいですね。ここの手前にあるなんか財布っぽいのを見たかったんですけど。これですね。ビラ1枚。なるほど。あ、これは誰だ？ルーカスが言ってた人。ここはどこですか？キャンプ。ここはどこですか？神の保護。こいつ攻撃してこないよね。ビルが攻撃してきたせいで、ちょっともうや疑心暗鬼ですね。
あー、このバールがないとダメなんだ。あ、そしてやばいやばい、なんだこれ。あ、やばいやばい、いたいたいた、使おうとしちゃった。いや、使ってませんね。ゾンビ入ってきたぞ。あそこも修理しないとダメですね。次回もしお酒がなくても入れるようなら、バールと板をまた持ってきましょう。とりあえず出よう。出てするべきことは、まずは公園に行って橋を直すことが先決ですね。さあ、これで OK。キノコまた生えてたりする？しない。雨が降るとキノコ生えるんですかね。やばいやばいやばい、いるぞいるぞ。どこだっけ。釣りはできないんですよね、多分。いけるのかな、コーディ。あ、いけるいけるいける、コーディいけるやん。やばい、早くしないと時間がない。あ、魚釣った。やばい、魚釣ったよ。ここをとりあえず直そう。こう直して、板がなくなったところで魚を持っていきましょうか。よし、魚ゲット。よし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 、もう一回できるかな、コーディ釣りして。あ、お母さんがやばいぞ、そろそろ。あ、これで、あ、いたか。あ、いっか、ないよりかはマシですね。オッケー。水が欲しいとお母さん言ってるけど、魚をとりあえず焼こう。とりあえずこれで帰りましょうか。よいしょ。よし、13日目がなんとかこれで終わりそうですね。ちなみに銃は攻撃ボタン1回だけでいいのかな？よし、これで OK。まずはいらないものを全部預けましょう。あー、木がめちゃくちゃ増えたな。木がめちゃくちゃ増えましたね。あと、斧とかも直さないといけないので、それが問題だな。よし。よしよしよし。で、次は、町の方に確か、廃材があったので、金属を取っていきたいと思います。あとは何だろう。ペットボトルはないから、飲み水ですね。水が飲みたいと言って、出ますので、水を飲んでペットボトルに補充しよう。とりあえずどうしよう、取り出すか。取り出して取り出して、これももらっていこう。はい、水をコーディと自分で1本ずつ飲みましょう。はい、あ、ここひょっとして戻ってたりする。あ、戻ってますね。これなんだ、これ戻ってるじゃん。しばらくすると水道水も溜まるっぽいですね。二つしかダメ。さあ、こっから家出て、雨水装置もありますので、雨水装置使いましょう。これ、使っとかないといっぱいになっちゃいますね。よし、というわけで、ということで。はい。OK です。さあ、これは今のところいらないから、冷やしておきましょうか。よし、水。ああ、これ、浄水しないといけないな。よし、よし。これ、電気使うんですね。はい、これで OK。さあ、ちょっともう12時になって、お母さんのやばい感じになってくると思いますので、お母さんがやばくなる前に寝たいと思います。よいしょ。最後にコーディ君のちょっとスキルチェックだけしましょうか。経験値もらえましたのでね。あ、作成、パチンコ、とりあえず生きているっていうのもありますね。生きているはなんだ？野外の薬草とウサギの穴か。コーディは収穫、速度が大きく。戦利品か。どうしようかな。悩みますね。戦利品にしときましょうか。戦闘をあげればお母さんの、あれかな、鉄砲が使えたりするんですかね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。